そう、そうなの。大鳥神社のそば住んでた頃もあって、自転車じゃなくて、渋谷行くのもここ抜けてみたいな。あ、じゃあ裏通ってみたいな。なんかこの間ちょっと来た人も二十何年か前にここに。うん、本当に古民家。素晴らしい。うん、わあ、かわいい。よろしくお願いします。大月と申します。陶芸教室やってます。あ、大月先生ですね。はい、はい、よろしくお願いします。今回はちょっとバタバタしそうなのであれなんですが、ね、様子見て、もし本当に今日できたら、もうあのフライヤーに持ってるのありましたよね。はい、お願いします。もし使えば探したいなら、はい、ぜひ。いやー、嬉しい。拍手してください。もうコロナさえなければもっともっとね、出会いを呼びかけたいとかだったので、ちょうどいいぐらいに人がいらっしゃってる。はい。まあここはあの福岡福岡隙間だらけの街なんで、ウイルスは大丈夫。はい。時代に合ってますね。はい、そうなんです。はい、こちらこそ。はい。全然全然。もうなんかもうどこでもここでもっていうぐらいの、どこでも趣味です。なんかいろいろ今聞いたら、いろんな配信が出てるの、いろいろ作成中のいろんな先生もやるでしょ、 YouTube 顔写した方がいいんじゃない。手びねりのほうが多いよね。で、奥に釜もあって。あ、釜あるの。はい、ありがとう。釜もあるの、どこにあるの。昔も3時ぐらい戻ってきます、ね、何かあったらあの気になるものありましたら教えてください。これ売れました？売れました？あ、そうだ。も
これラスイチ。これラスイチ。ラスイチです。本当ですか？いいよ、うん。ありがとうございます。じゃあシール貼っていきます。いいですか？はい。後で取りに来ていいですか？はい。ラルラルルトゥレイララトゥレイララララ。60年ぐらい経ってますね。すごいですね。ね、先生が手をかけてくれたおかげで補強したのがありますけど、木造はね、もう100年200年平気ですね。そういうことですね。みんなボンボン壊してるのが面白いですね。コンクリートで現代40年弱で壊しちゃうんですけど、コンクリートをちゃんとやることやると、はい、200年、300年は全然もたないですよね。でも今の施工の当たり前になってるの施工だと。そうですね、水を多く入れるかどうかで決まっちゃうんですけど、ね、水が多すぎると。そうですね、ブリコシャっていうんで、はい、ブリコンジャーなので、はい、私が調べたのでは、はい、中性化っていうコンクリートの表面から、はい、アスベルが中性化なんですけど、その年数が昭和一桁に作ってたものが80年経ってまだ1ミリしか進んでませんから、はい、もう1000年ぐらいいっちゃいますね。はい、そういうやっぱり長く持たせるという意識がね、現代もないんですよ。それが損ですってことになっちゃってますね。だけじゃなくてね、やっぱり環境へすごい影響を与えますから。そうですね、いや一番大きいのはあれですよ、やっぱりもう環境と気候が深刻化して、こういう使い捨てをやってると、一応今科学者が指摘してるのは2050年にも最悪の時代になっちゃう。2050年はもう各分野でいろんなことですね。そうですね、もう人類絶滅の時期ですよ。ですね、やっぱりそれを食い止めるには大量生産、大量消費とか使い捨てを変えないじゃないですか、ね。全てにおいてがそうですよね。何か持っていけたんです。ってことは室内温度がイメージでいう、はい、昔の方がすごく耐えて耐えて暮らしていたというその理論こそが間違ってるのかな。普段耐えてたんでしょうっていう話はもう違うんですけど、その暖かい高さを作るのに空気を温めて暖かく感じようっていうのが現代で、その戦前の時代は空気を温めない熱エネルギーを利用するんです。放射熱、赤外線熱。あれはまあ空気温めてませんので、ここは温度計分かるけど結構寒いんですよ。ここってこういう昔の家、ね、だけど壁から囲炉から赤外線が出るシステムを作ってるんですね。だから気温が低いんだけど暖かいんですよ。それから今で言えばそれを現代の応用版で言えば床暖房ですね。30度ぐらいの放射熱が、それって体内で何が起こってるの？例えば空気が暖かいところだと皮膚からの温度の感覚が脳に伝わってるっていう単純なイメージなんですけど、じゃあ遠赤外線ってコマーシャルで芯から温まるって、芯ってどこなんでしょうか？芯はどこなんですか？芯っていうのはこの血流ですよね。血管を温めるかが大きいんですけど、まあお肉焼いた時の話はまさに芯ですけどね、中まで火が入るかっていう話ですけど、はい、であれっていうのは赤外線のある波長の領域の中で、ちょうど温度に表すと30度から80度ぐらいから猛烈な吸収のいい赤外線が出るんです。そうだから800度のガスで料理するより30度80度の温度で料理した方が物の中まで、ね、熱が入ってくれます。低温クッキングみたいなのがありますよね。そういうことですよね。だから石焼き芋とか、はいはい、悲惨ですよ。もう言いたくないけど悲惨ですよ。そうですね、先生なんか全部そういう風にした昔からそんな一日に見てらっしゃると、本当この悲惨さが私たちの考えてる
見てるマウントももっとひどく見えるんだろうなと思ってから、うん、本当に心痛む思いでいるんですけど、でもね、やっぱり今これ変えていくのはもう世論だと思います。先生頑張ります、ね、先生頑張りますね。はい、頑張ります。新しい世界、私が始めた世界なので、はい、どんどん先生行きましょうよ。もうこの世の中変えていきたいと思ってます。伝えてもらわないとダメですよ。よろしくお願いします、はい、いろいろ知識のない者たちにいろいろ教えを伝えてください。伝えます。大丈夫です。ぜひ、もう必死でやってますからね。だからこれ広げるのはぜひね、見てほしいんですよ、はい、今でもこういうふうに、くしくもコロナによってみんなオンラインが当たり前になったことはすごく奇跡ですよね。そうですね、地方の方がね、はい、こういうのに、でしょ、できるようになったんで、でしょ、どっか諦めてたり、なんか学ぶことを諦めてる人の可能性がもう何万倍に広がったっていう意味では、ここから先生お忙しくなると思うんですよ。そうですよ。もう忙しさが気がしが見えてるでしょ。もっと忙しくなっちゃうから、ちょっとマイペースに困っちゃう。はい。マイペースに戻したいです。はい、皆さんが集まって有志の方々がこう運営しているというふうにお聞きしましたので、ありがたいなと思います。でもそんな先生方も、まあ、私たちの目を覚まさせるためにっていうのもあると思いますが、もうダメだよこの地球はとか、もう日本はダメだよって強い口調でおっしゃる方も増えているなというふうに思います。でもその話の後に何か、それでも何かチャンスはないんですかねという質問に対して、ジャンルも違うし分野も違うし使ってる言葉も違う、専門用語も違うと思うんですが、なんか皆さんが結局はシンプルなことになっちゃうかもしれないですけど、隣の人と恐れずに何か話し合うというか、意見が違っても話し合う、そういうチャンスをなるべく作っていこうという個々人のやっぱり動きというか、でもその個々人は何をやってるかっていうと、単にワクワクするから、ここで行われているようなみんなが集まって何ができるかねっていう知恵を出し合うっていうのがそれしかないじゃないかというふうに言ってるように、博士たちが言ってるように私は感じていて、肩を通す足元照らす戦争に爆弾に機関銃に戦闘機、平和の肥やしにはならねえ、明日の朝目が覚めて少しでもこの気持ち届けばいいのにな。月は皆さん本当にお邪魔しました。ありがとうございます。インスタ見てくれてる人もありがとうね。今日ちょっと 早いからどうかなとは思ってるんですけど、アーカイブ残すんで、また変わってんなこの人と思って見てくださいよ。ありがとう。そんなわけで YouTube はしばらく頑張ります。今のとこストックがまだあるから、まだ心に余裕があるんですが、ありがたいことにこうやってみんながオファーくれたりしてるんで、できる限り汗かいていろんなとこに訪れたいなと思ってます。また皆さんも遊んでくれたら嬉しいです。ありがとうございます。岸麻衣子でした。
ならねえ。